も揃いましたので、皆さんもう一回ご挨拶しますよ。先生に負けないようにここで挨拶をします。皆さんこんにちは。こんにちは。皆さん今日から Gracias.
ここはちょっと車が多いよとか、危ないところがあればお子さんに教えていただいて、安全に来られるように、大きい学年は前にいると思うんですけども、もう一度待ってくださいって感じになる。その茶色の袋の方に中身の、ものがここに書いてありますので、お家に戻った時に確認をお願いします。もしなければ明日連絡帳とかで教えていただければと思います。でこちらに提出していただくものもあるので、別の方はできれば早めにお願いいたします。それからお子さんの出席番号は袋にこのように貼ってありますので、1年2組の何番だったかなって時にこちらを見ていただければと思います。またみんなもね、出席番号を覚えたりするので、お子さんと一緒に確認をお願いします。それから手紙の中に学年だよりが入っています。持ち物とかが詳しく書いてあるので、もし学年だよりがない場合は早急に連絡をしていただきたいので、こちらだけお願いします。それから明日は一斉下校といって、こういうグループで登校しますよとか確認したら、みんなで帰るんですけども、もしよろしかったら保護者の方が途中まで出てきていただけると、はい、助かるかなと思います。はい、よろしくお願いします。それからまた初連絡になりますけれども、上履きなんですが、隣に今度ピンクの紙に書いてあるんですけど、上履きの上の部分にクラスと、あ、学年とクラスを書くんですけども、3学期ぐらいになって2年生になってもまだ使いたいっていう場合もあるので、その時は書かなくてもいいかなって考えてるんですが、1年生のうちは楽しちゃったり楽しちゃったり歩道しちゃったりもするので、必ずクラスの名前を書いてほしいんです。ですが今日は持ち帰らないので、金曜日の日に書いていただいて月曜日に持ってきていただければと思います。もしちょっと今見られない方と帰りに見ていただいて、お帰りいただければと思います。それから、最後髪の毛なんですけども、寝学のしおりにもあったと思うんですが、肩についてしまうような髪の毛は結んでいただいて、自己防止の方もお願いいたします。入学式でお子さんの頑張ってる姿が見れて、今日はすごく幸せな気持ちなので、今日はゆっくりと寝られそうです。これから保護者の方と一緒に楽しい1年2組を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。